こんにちは、マリです。今回は茨城県高萩にあるリゾートに行ってきます。友人のあかねちゃんと一緒です。よろしくね。はい、乾杯。昼からのお酒は何よりも最高です。上野駅から高萩駅まで約3時間です。家にあるものをお弁当にして、これでランチにします。飲んでおしゃべりして、あっという間高萩駅に着きました。ホテルからのお迎えさんが来ました。よろしくお願いします。高萩駅から、ホテルまで約25分のドライブになります。はい、ホテルの看板が見えました。ホテルに到着です。チェックインを済まして部屋に行きましょう。ラッキーなことが始まってる。私たちのラッキーナンバー116、じゃんじゃだん。おー、 Welcome to our room。広い、綺麗。わお。いいね。汚れる前に。こっちが。で、こっちがトイレ。あ、広いじゃん。おお。広いお風呂、シャワー、and アメニティはこのちっちゃい子に入ってる、かわいい。中に入ってるのはこれですね。このパジャマはコットン 100% で、とっても肌触りは良いです。ね、別に。ちょっと外の景色を見てみよう。ワイン。ワインこれで飲もう。星とか夜綺麗かも。ね。部屋の右側にグランピングエリアがあります。いいね。今からホテル内を散策していきます。水槽水、すごい飲み放題です。さて、どういう味かしら、試して飲みましょう。
おっと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 、ちょっと溢れちゃった。お水からデトックスって感じですね。はい、どういう味でしょうか。甘い。デトックスお茶も美味しいです。こちらはホテルのロビーになります。見てください。こんな開放的なスペース。スーパースパシュス。ヨガをやってる人たちはいますね。私たちも後でやります。こちらはレストランになります。ブランケットや、ヨガマット、いろいろ置いてあります。自由に使います。こちらの卵は野放しの鳥を産んだ卵です。朝食には食べられるから楽しみですね。部屋にあるパジャマはここで販売してます。あとはダイエットフーズとか、デトックスのものいろいろ販売してます。今日の午後のスケジュールは温熱丼40分のコースです。では自分のサイズ見つけたので着替えます。ではここから40分をタイマーします。体が冷えたので暖かくて気持ちいい。もうちょっと熱くします。じゅわじゅわ汗が出てきました。水素水を補給しましょう。あかねちゃんは暑さをマックスにしました。私も最後にそうしよう。はい、40分になりました。すごい暑いです。気持ちよかった。一日の疲れが布団でなんだか体がぷわぷわしてます。
夕食の時間になりました。夕食は6時からです。ご飯はとても楽しみです。こちらは、香草ドリンクですね。はい、お疲れ様でした。昔はよく香草ドリンクを飲みましたが、今回は久しぶりになります。トリちゃんたちも夕食の時間ですね。すごい、いっぱいいる。さあ、ご飯が来ましたよ。いい香りします。おいしそう。見た目からはめっちゃ体に良さそう。はい、いただきます。うん、野菜はシャキシャキしておいしいです。そしてこの玄米もちも本当にもちもちして柔らかくて美味しいです。あ、お肉みたい。お肉みたい。うん、うん、このスイーツは先の鳥たちの産んだ卵です。すっごい美味しいです。これは完食。めっちゃ美味しかった。ホテルロビーでちょっとお散歩。あー、お酒飲みたい。人が少なくてのんびりゆっくりできますね。星空を見てちょっと外行ってみたけど、ちょっと風が強かった。さあ、部屋に戻ってお風呂に行きましょう。よいしょ。お風呂にも誰もいないです。ラッキー。ではお風呂を紹介します。どんだけでは入りましょう。あー、あったかーい。誰もいなくてちょっとはしゃぎました。ちょっとシンクロナイズもやってみました。とっても気持ちよかった。じゃあそろそろ行きましょう。
味しそう、デトックスって感じだね。ホテルから貸してくれたエステグッズです。いろいろあるのでしばらく見てくださいね。力いらなくてもめっちゃヒップが引っ張られてます。これはたるみにいいかも。そしてこちらは何でしょう。開けてみてスイッチ入れてグリグリ、はい、頭のマッサージです。めっちゃ気持ちいい。目の疲れとか全部これが効きますね。あとはこれは、顔の大きさと同じで、これもめっちゃ引っ張られてます。あー気持ちすぎる。 CM 出してる。 CM だよ本当に。これを、はい、最後に紹介するのはこちらですね。まずはコットンに化粧水をのせて、それから顔に当てます。で、スイッチ。おお、なった。すごい、ブルーになってる。あ、そうそう。おお、見た？見た。すごい。すごい。いいよ。これ。パン。パン。いいじゃん。すごい。いいじゃん、かんちゃん。それ面白いね。証拠があるよ。肩にもいいし、首と肩凝る私はこれ欲しいですね。欲しい。ワイン大好きな二人にはこの時間は一番最高です。飲もう飲もう。デトックスと言いながらごめんなさいね、私のお腹。香りはすごいいい。でも飲みやすい。うんうんうん。美味しい。うん。フランスワインですよ。わあ。どうかしら。うん。美味しい。本当。うん。味噌クリーム、味噌クリームチーズ。味噌クリームチーズ。来る取り方めちゃくちゃリアルでいいなと思った。うーん、あのね、今ねもううちも企業側目線でその人にお願いしたいと思った。オリジナル赤レーソースつけて、はい、待って、はい、キュウリ、うん、おいしい、いいよ。わお、アカネソース、はい、おいしい、マジで、うん、じゃあ、ミートゥ、ニンジン、はい、じゃーん。楽しい、おいしい、そして幸せ。結局朝の3時まで飲みました。また明日も旅は続きます。また見てくださいね。
見てくれてありがとうございました。おやすみなさーい。